こんにちは。今日はペンクリニックについてお話をしたいと思いますで。これは2000人の感謝の動画の時に質問を募集したんですけど、その時にペンクリニックについての質問をいただいたので、今日この動画を撮っています。最初にお話ししなければいけないことが2つありまして、 何かというと、まず一つ、世界の様々な事情によって、今、ペンクリニックがほとんど開催されていない状態になります。なので、今からお話しするペンクリニックの話は、ほとんど、2019年までにペンクリニックに行った時のお話。二つ目ですね、同じようなサービスを、万年筆屋さん自体がその機能を持っていることがあります。例えば、銀座の伊藤屋さんの で万年筆を買った人は期間に、えっと、そここにに持っていいくとと簡単そそういうサービスを受けることができますそれとは別で今日お話しすることはペンドクターの何々先生がいらしてでそこでペンクリニックが開催されますよっていうようなそういうもののお話になりますこういうのはどういうふうに開催されているかというとペンドクターの方がこう1年間かけて全国を 回っていらしてでその方がこう来てくださった時に開催されるっていう形になるので特に地方とかだとペンクリニックが開催されるのは年に1回とかあと別のペンドクターの方が来る場合に2回とかそういう感じになります都心とかは割とペンクリニックの頻度が高いような気がしていてだいたい月に1回ぐらいどこかしらで開催 されているというような感じになります。東京の都内もいろんなところになるけれども、だいたい月に1回ぐらいどこかしらで開催されているという感じで前置きが多くなりましたが、ペンクリニックがどういうものかっていうの？をお話ししていこうと思います。で、まずワットですね。何が行われるか w h a これは普段気に入ってよく利用している。サンライズ貿易のペンクリニックの。 ホーームページから引用しますと、何をしてもらえるかというと万年筆ののの調子の悪いいいととこころを直してくださいます。す。無料のことが多いです例えば今までにどういう風な感じでペンクリニックを利用してきたかっていうのをちょっとお話ししますフローをちょっと調整してもらったというのがすごく多いですインクをダバダバ出てきにくいインク例えばペリカンのロイヤルブルーとかを入れると こう書いてる時に、こうインクがギリギリにしか出てこない。あの、とっても少ないとか薄くなってしまうとかっていうことがあります。そういうのがある場合に、こうペンクリニックに持って行って、フローを良くしてくださいとか、あるいは、インクがダバダバ出すぎちゃっているがゆえに滲んでるなっていうような時も、すいません、これ滲んじゃうんですけど、みたいな。手帳に書くにはこれちょっと太いので、のフローを少なくしたら、 良い字幅で書けそうなのでちょっと風呂を減らしてもらえませんかとかということが一番多いです。で2番目に多いのがと書き出ししししがスキップしててしまうのを、えー、と直していただくことが多いですこれは万年筆の持ち方とかにも関係してくると思うんですけど万年筆で今は立てて持つ方が多いので普通紙の角度は。 まあ50度から55度だったかもしれないんですけどそれぐらいで持つとよくインクが出るように調整されているらしいんですが自分の持ち方がどちらかというとちょっと寝かせ気味なので書き始めの一瞬インクが出てなくて動かし始めると遅れて出るっていうことによくなります。特に買っってきたばっかりのの万年筆の時はその 書き出しのところがこうなくてでそこから動かし始めたところにはこうインクが乗るみたいなこれをなんかスキップとか言うらしいんですがこれを解消していただくことが2番目くらいにありますこれは2本くらいはしていただきましたえっと基本的にはこのさっき言ったみたいなフローをもう少し良くするか またはこの先の金属の玉のペンポイントを少し削ってもらうことで最初のスキップが解消されることが多いですあとですねとても太い地幅の万年筆を買った時に最初ボールが結構大きいのでうまくこう紙につけなくてそれで見ていただいたこともありますプラチナ万年筆の3776センチュリーのコースっていう BB の地幅のものですねを買ってた た時にはそもそもうまく書けないっていう理由で見ていただきましたでそれはそのボールを削ってこう当たりやすくしていただきましたあと修理っぽいものも一回ありますね、えっと、フォルカンを書いてたんですが突然なんか今日書いたらなんか昨日までと書き味違くないっていう感じのことを感じてフォルカンってこうふわふわ系なんですけど それがね、ちょっとだけこうパキパキじゃないけどこうペン先が硬い感じがしたんですよね。それは先生に持って行ってなんかペン先を見ていただいたらちょっとだけ二分が曲がって歪んでたっていうのかなということでその元に戻していただいたらすごくふわふわに書けるようになりました。わあこれだったと思って買った時のふわふわはこれだったと思って。で次。 ですね、誰がしてくださるかっていうとペンドクターの方で,でそのペンドクターを発見しているのはメーカーだったりとかあとよくお世話になっているシシクラ先生っていう方がいらっしゃるのはサンライズ貿易っていうセーラーの系列から行かれたっておっしゃってるのでちょっとセーラーさんと関係があるかもしれないんですがその万年筆の輸出入かなの会社 が、えっ、ー、と派遣してくださっている。えっ、ー、とペンドクターの方に見ていただくっていう感じになります。ネットとか検索するとメーカーとかの方ではなく、個人で万年筆をこう趣味でやってて研究もしてて調整これぐらいでやります。みたいな方のところはあんまり出さない方がいいと思います。このペンドクターの方によっては？ こうペン先をどんどん削られる先生もなんかいるっていうふうに聞いたことがあって丁寧な先生だとそのペン先をこれぐらい削るけど大丈夫ですかとかっていうことを言ってくださるんですがそうじゃない先生もいらっしゃるというお話を聞いたことがあります今のところ伺ったことがあるのはサンライズ貿易のシシク先生と。 あとえっとパイロットのペンドクターの方ですねパイロットのペンドクターの方何人かいらっしゃりそうなのでちょっとわからないんですけどに見ていただいたところは丁寧でしたししく先生は特にあんまり削られない先生らしいですだから調整もなるべく少なめでしてくださる方だそうですどこのペンクリニックにもどの万年筆も持っていて でもいいのかっていう話が出てくると思うのでそれを書いてきましたモンブランの万年筆は見ていただけないです多分今日本のペンドクターの方誰もモンブランの万年筆を見ていないと思いますで、サンライズ貿易さんとあとパイロットとプラチナのペンクリニックは確かこれ要確認なんですけどどこの万年筆でも持っていったら見ていただけたと思いますセーラーさんのピンクリニックでは セーラーラ以外のの万年筆は洗浄のみだそうですだから、まあ、よく洗ったらインクが出るようになるみたいなそういうものだけで、えっと、例えばそのインクの風呂をちょっと良くしてほしいみたいなそういうのはセーラーの万年筆しか受け付けませんよということになっているみたいですあとパイロットさんのペンクリニックの時に時々隣で筆圧測定をしてくださることもあってそれもちょっと楽しいので。 ともしこう時間があったらお願いするといいかもしれないです。で次いつどこ,でですこれはその今ほとんど開催されていなくてと要予約でどこかでやっていた気もするんですがペンクリニックセーラーとかペンクリニックパイロットとかで検索すると出てきます。 あとペンドクターの方で有名な中谷先生っていう方とク倉先生っていう方は確か個人発信をしてらっしゃるんじゃなかったかなと思いますえっとラ倉先生はインスタがありますあとなぜですねなんで無料でこういうことをしてるのかっていうことを一応お話をしようかなと思いますその方がなんか無料って安心しますよね なぜ無料でやってもらえるかというと多分文房具屋さんがお金を出してペンドクターの方に来ていただいてでペンクリニックが開催されているっていう形だと思います文房具屋さんの方にどういうメリットがあるかというと例えばそのお店に行ったことがない人が来てくれるかもしれないとかあとこうペンクリニックに行って無料で万年筆を見てもらったんだけど そのお店で例えば待ってる間にこれが欲しくなって買っちゃったとかっていうことってよく聞くので、えー、と文房具屋さんの側にメリットがあります。あとペンドクターの方がこういらっしゃるっていうことだと書き味が自分に合わなかったら隣で今日お店でこの買った後ももすぐペンドクターの方に見ていただいてこう好きな書き味というか。 例えばちょっと引っかかるところとかがあったら直してもらったりとかっていうことができるんだったらじゃあ買おうみたいなこともあると思うので多分万年筆とかが売れると思うんですよねその日が。ということで多分文房具屋さんにメリットがあるのだろうなと思っています。だいた,い無料ですね、ただ、えっと、予約が必要な場合があります。 初日とかですね、は、えっと、混んでしまって、もう午前中の時点で整理券が切れちゃうからこう、見ていただけないみたいな可能性はあります。で、2日間開催でも、次の日の整理券は配ってなくて、でそうすると、まあ、朝一番に行って、整、えっと、理券を取って、で、見ていただくっていう感じになります。でえっと、別に その整理券をもらった後にお店の外に出ても大丈夫っていう、えっと、ところが多いですね基本的にそうなっていると思います今までで一番混んでたのは 10, 10時開店のお店で11時前に整理券を取ったのが最後の1枚で17時50分かなんかでしたねそれが一番遅かったと思いますでハウはどのようにですねえっと こう万年筆の不具合を直していただけるっていうのなんですが、まあ、一番多いのは例えば書けないとかだと洗ったら書けるようになったっていうのも見,見かけるというか出るようになっている方もいますしで、えー、と必要なことがあればしてくださるっていう感じですねインクフローも良くしてくださいって言ってもこれはもともともうかなり開いてるからこれ以上はできないとかいうこともあるし あこのインクはめちゃくちゃにじみやすいからそもそもこのインクフローを狭くしたところでにじまないようにはならないみたいに教えていただいたこともあってなるほどと思ってたりもしましたとあと、えっと、ペン先が曲がっていたりとかしたらこう直してくださいますねあのペン先を外してとかですねとペンドクターの先生はこうなんかうまく抜いて で、えっ、ー、と、調整してくださいます。で、えっと、あと、スリットの幅を、この幅を広げるとか、こう縮めるとかですね。あとは、こう単純にこのペン先を、えっと、研いでくださるとか、そういう感じです。で、えっと、パーツの交換とか、あと、例えば、もうこの二部自体が使えませんとかいう時は、 メーカーに修理に出したりする必要があってでそういうのはペンクリニックのその場では多分していただけなくてでなんだろうな,なんかメーカーの窓口を案内してもらえるとかでも少なくとも原因はあのわかるっていう感じだと思いますあと最後に持っていくといいものとあと,と FAQ ですねこれは初めて、えー、とペンクリニックに行く前に持っていた疑問という感じですね 持っていくといいものは万年筆本体もちろんそうでとあとその万年筆を使って書きたい紙を持っていっておくといいんじゃないかなと思います調整していただいてこういう感じでどうですかっていうふうにこう試しに書いてみてくださいっていう感じで渡されるのでその時に例えばそのフローを調整していただきたいとかいう場合だとあの実際に使いたい手帳なりノートなりに書いてみて えっと線が太すぎないかとか細すぎないかとかにじまないかとかっていうことを確認できるので紙を持っていくといいんじゃないかなっていうふうに思いますインクを入れて持っていくのか入れないで持っていくのかっていう話もちょっと最初疑問だったしよくネットにも書いてありますねでこれは正解はインクは入れていって大丈夫で入れていった方ができればいいです例外があって後でお話しますがその万年筆を にこのインクを入れて使って描きたいっていうインクを入れていくのがベストです。で例外が一つあって万年筆自体が書けないときですね。あのインクが出ないときは洗ったりとかあとまあ、水洗いはしても大丈夫だけどそれ以外はこう手をつけないでというかあと新しいインクをもちろん入れてみたりなどせずに。 そののままま持っていいくのが良いと思いますで書き味のチェック自体は向こうにロイヤルブルーかなとかなんか青のインクがえっと置いてあるのでそれをもしそれが出るようになったらそのインクを入れてこう書けるか調整とかもしてくださると思うのでえっと書けない場合にはインクは入れずにそのまま持っていけばいいんですけどインクが出る状態だったら使いたいインクを入れていくといいと思います。 何何ができて何がでででききててないいかっていうことですね、えっと、ペンクリニックに持って行ってできることは、えっと、地幅のちょっとした調整インクの特に太くする方はフローをちょっと良くすることで、まあ、ちょっと太くなることもあるっていう感じで,でただペンポイントは削れても太くはできないので地幅は基本的には太くなりませんっていうのとあと えっと、地幅を細くするための削りっていうのもそんなにはなくて例えばその BB の二部を、えっと、ちょっと EF で書きたいからエクストラ範囲ですねで書きたいから削ってほしいんですけどとかいうのはとても難しいと思いますあとその地幅をか変えるっていう感じですね例えば M を F にするとか F を EF にするとかそういうのは 多分かなり難しいいと思います時間もかかっちゃいそうですしねだいたい1人当たり10分とか5分とかそれぐらいなんじゃないかなと思うんですけど後ろにね人が待っているとお待たせしてしまって申し訳ないなみたいな気持ちにもなるのでそういう感じですねで今まで紹介してきたこれが現在ではほぼ開催されてないということでじゃあ他にこういう感じのサービスって ああるのかかなっていうといくつかありますでそれがその買ったお店で保証みたいなのをしてくださる場合ですねそれが銀座の伊藤屋さんだったりとかあと神田近辺堂さんだったかなかどこかはその購入する前に、えっと、あらかじめこうチェックしてくださってでそれであのこう調整して購入できるっていうのも確か伺ったことがあります。 あとあれですね森田万年筆さんとかも前に万年筆を購入した時も実際に買うものにインクを入れてその場で書いてくださってこんな感じで大丈夫ですかっていう風に言っていただいて多分少しだったら調整していただけるような感じだったと思いますというわけでペンクリニックについてお話をしました、えっと、これで、 まだ解決しない疑問があったらコメント欄などで教えてくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは次の動画まで。またね